ニュージーンズがグループ初めてのファンミーティングであるバニーズキャンプを開催し、大きな話題となりました。ファンミーティングは大盛況となり、さらにニュージーンズの新曲 ETA が披露され、ファンたちは歓喜に沸いていました。一方で一部のファンたちはニュージーンズの衣装に批判的な意見を残しました。スタイリストに対して誠実さが欠如していると呼びかけるその投稿はすぐに SNS 上で拡散されていきました。ニュージーンズのメンバーたちはこのファンミーティングの中でいくつか違う衣装を着ていました。パフォーマンスが完璧で素晴らしかっただけあって、この衣装に対する批判がさらに強まったように思います。制服のような衣装で登場した序盤、続いて体操服のようなスポーティな衣装はラフで動きやすそうに見えます。そして次はバックパックを背負っているようなストラップ付けのユニフォームに蝶の羽のようなものがついた衣装でした。この羽はふわふわとした素材ではなかったものの、ニュージーンズのふさわしいようなトレンドに合わせたような衣装でした。そして最も反響を受けたのはハイプボーイの衣装でした。ハイプボーイは楽しさの伝わるような夏らしい印象なのですが、ニュージーンズたちはその中でも暗い色の服を着せられていました。ネットユーザーたちはこの衣装について批判していましたが、中にはスタイリストを擁護する声も聞かれました。これは誠実さの欠如ではなく、単にユニークに見せようとしたのではないかと指摘していたのです。批判している人の中にはもう少しアイドルらしい衣装を着てほしかったという意見が多くありました。短時間で着替えないといけないし、その中でも踊りやすい衣装じゃないといけない。音楽番組でアイドルらしい衣装は着るので心配しないでください。動画を見て可愛いと思ったよ。これは誠実さの欠如という問題だけじゃなくて、万人が理解するのが難しいっていうだけだと思う。実際ハイプボーイのプロモーション中も後半の衣装にはみんな混乱しなかった。最近はヘアメイクも良くなってきているんだから、スタイリストももっとうまくやってほしい。不誠実かどうかはわからないけど、今までいろんなアイドルがスタイリストのせいで台無しになってきているの見てるよね。服じゃなくてヘアスタイルをすっきり見せてほしい。私は日本人っぽい前髪のスタイルが好きじゃないから、そんな感じとか細かいパーマとかをやめてほしい。若いから着れる服だね。年を取ったらこんな感じのは着れなくなってしまう。様々な意見が寄せられていたニュージーンズは2023年7月21日にカムバックする予定です。今後の彼女たちの活躍も楽しみですね。